えー、こんばんは。マスタートです。えー、農家との編集でお送りしています。1分間イ託。今日も常年つさんの、の、ジョネツさんのチャンネルのニュースの側から、えー、経済評論家、常年つさんが5分で解説、リアル波動理論で、ズバリ、この、答ええー、回答かな、あ答えは、えー、この、円安はどこまで進むのか、為替も、この、えー、株も実は同じだったということで、えー、わざわざ2時間かけて、この、 海外に行ってますね。海はいいですね。波動を、えー、敷いたり寄せたりする、そのことは、この、えーえー、経済、えー、まあ、為替、株にも似てるということで、リアル為替。本来、台風とか沖とか低気圧とかの影響で、月の加減とかで影響で波は寄せたり来たりしますけど、日経新聞はその寄せたり来たりの目の前ことですけど、大きなあれですね、低気圧。また、うちのこの、 月見かけ、ということで、えっ、ー、と、思いますけど、はい、自然解消。私も見に行きたいですね。しばらくう、う海育ちです。はい、えー、はて生まれです。はい、ちょっと余談ですけど、はい、最後に、このお、サムネ、えー、この、説明台音でお閉じさせていきたいと思います。常ョネツクサ3年のイスの虎川から、経済評論家、常念司さクが5分で解説、えー、リアル波動理論で、ズバリ、えー、この、回答かな。円安はどこまで進むのか、為替も株も実は同じだった。 はい。引き続き、ジョニーズカサチャンネルのニュースのトルガーをウォッチングしていきたいと思います。ま、スタトです。えー、次回の、お1分間予うとでお会いいたしましょう。仕上げね、スパシャムレジュー。シャロム、シャロム、シャロム。